3月20日のケリヒメスイーツ。さてさてさて、あ、討伐ステージ。まだレベル帯が100ってことは、うん、全然やってないってのがバレるな。そして通常職クリア、違う、覚醒職抜きクリアをやっていたそのままの敵だ。まあとりあえず、うん、そのメンバーでも勝てるだろうけども、借りてきた新覚醒の先制術師、新覚醒の先制術師全然使ってないんだよね。先制術師自体はね、昔めっちゃめちゃ使ってたけど、当時便利だったからね。今ね、もっと強いキャラがどんどん出てきちゃってるからね。せっかく新覚醒として出てきたのに、なんだろう、不遇ってわけじゃないけど、ちょっともったいないよね。今一番人気あるのは何だろう、名探偵とかなのかな、やっぱまだ。ブライカンとかみんなどんどん出したら、うん。まあなんか、新しいやつはね、まだ出してないっていう、使いたいけど出してないっていう人も結構いるだろうからね。ヒーローがどうしようかって感じだろうね、持ってる人は。スタースイーツストーリーやるために、フレンドのためにヒーローを出しておくっていう人もいるだろうし。まあでも、ヒーロー使わなくてもね、なんとか自分のできるところで周回すれば、集めきれるってとこあるけど、さて、またここの、3までやったんだよね。通常職クリア。違う、覚醒職抜き。だね。あ、違う、3か。3からだ、危ない危ない、4からやるとこだった。で、通常職を借りていきます。いなかったら、助っ人なしで。とりあえずいるのが、怪盗と仕事人、どっちがいいかな。怪盗を借りましょう。攻撃力の高々で。レッツゴー。ライフ12。通常職のきついところはね、復活とかあったりすると、復活貫通持ちがね、基本いないから。あとはメンツによっては、この覚醒職抜きクリア、間に合わないっていうパターンがありそうだね。普通に勝てるし、こっちも死ぬわけじゃないけども、もうちょっと火力があれば、っていうところで、倒しきれずっていうパターンがありそう。さあ次、誰にドーナツを取らせるか。ここ狩りにして次で桜に取らせようかな。で、バリア持ち。あ、間違えた。逆が良かったね。まだ大丈夫かな、このランクだったら。ここでカリン打ってバリアも破壊しつつでやればよかったわ。とりあえず次でカリン。ミクとかの復活貫通ではどうだろうね。まあどの道これで、うん、ランク3は余裕ってか。おお、やったやった。よくやったわ、褒めてあげるわ。このまま次もやっていくか。ゴーレムペンも入手。そしてランク3でゆるゴーレムホタト。いいね。これはまあクリアすればね、何をいくつ集めるとかの方がめんどくさいかな、人によっては。なのでさらっと終わってよかったです。ライフ16。本当シールドとかがね、毎ターン解除とかじゃなければ、うん、解除ね、毎ターン貼り直されとかだとね、めんどくさいけど。ただそしたら、あの、激しずくをうまいこと配置して、他にもいたかな、シールド解除のやつ。シールド解除を先にやらせるようにして、その後に、っていう風にすれば。あ、ここは怪盗でもよかったね。青箱を稼ぎで。
あと心配なのが後半になって敵の火力が強くて魔法少女が落とされるってパターンが怖いからね。で今度はこっちで桜にしておいて桜対戦、まあ、桜対戦実はねやったことないんですよね。ストーリーを知ってるってぐらいで、あと曲は好きだね。なんだっけ新しいやつ、桜革命だっけ。なんかちょっとこけちゃったらしいですねあれは。ただメインテーマはかっこいいなと思った。やっぱ一新してるかと思いきやちゃんとね、あの帝国歌劇団のあの歌に通じていて。桜大戦ってもともとセガサターンとかだっけかな、最初ドリームキャスト、そっちからだよね確か。今度はカリンでシールドが5のまま、それがありがたい。大きくなって打って、うん、4も余裕でいけそうですね。ちょっとミクを戯れに打ってみるのありあったな。ミクで貫けるかどうか。せっかく復活貫通持ちを設定したけども、デッキの中にね編成したけど使わずじまいで終わっちゃったら結局魔法少女たちでなんとかなるちゃんになっちゃうからね。強いな。大体魔法少女がやってくれました。魔法少女マドカとマギカ違う違う、なんで二人扱いにしたんだ。マギカさんじゃないからな。よいしょ。もう借りる人は適当で、この判断が吉と出るか、それとも松は桜で突貫します。ここであえてミク打ってみようかな。どういう攻撃だっけかなこいつは。2014ミク、おお、ちゃんとダメージ与えてる、ちゃんと使えるじゃんなんか性能はいいけど攻撃力はいまいちかなっていうね印象があったけども、うん、ちゃんと使いどころによってはしっかりとアタッカーいけるね。ミク、ミクは基本的に性能高いイメージなんだよな。マジカル未来のも雪のも雪ミクのも、それこそハズレって言っちゃうとあれだけども、その時期物の最新のやつとかはいいけども、普通のデフォルトメンバーたちとでも言えばいいのかな、そのあたりはね結構いまいちだなんだけどね。覚醒色なしで癒しゴーレムのランク5、うん、この感じなら問題ないね。よかった、今回は難易度マイルドで。となるとおそらく来るであるドデカゴーレムがどれくらいの強さになっているか、そこが心配。また同様にカリンでシールド解除の激しずくとかよりももう一度にね攻撃もできるから。で桜打って、あ、ミク打っちゃった。よかった、でもちゃんとした攻撃、10億20億といいね、いいダメージ。うん、これくらいだったら耐えられるな。唯一の心配としては敵の攻撃力が高かったらっていうところだったから。よし、ラスト一発カリンやっちゃって。マジカルカリンで、子供は検索はしてはいけない。よし、これで覚醒色なしで癒しゴーレム 1,2,3,4,5 終わり。最悪3まで行ってね、装備アイテムだけ取れればよかったから。プレチケやりました、ありがとうございます。といった感じで今日はここまで、また明日。